はい、サガギタースクールです。100グレードクラシカルギタースタディーズスタディー9、ソルのオーパス60-12、これねなかなかいいなと思います。2世がねすごい絡み合う、これこの上のメロディーと、タタン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 、タン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 、タタディ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 、この2世の絡みってねすごく綺麗だと思います。なので、これをやっぱり2世どっちがどっちなんだか、なんかごちゃ混ぜになっちゃうと面白くないですよね。ちょっとねしっかりと分けていきたい。で、指の難しさはこのね、ミを切らないように、ここのトントントン、ここで上の音はなくなってて OK。このドシャープを切れないように、タンタタン、ツルッ、こんな感じです。で、後半こんな感じなんですけど、このここね、レシャープミーファーファシャープソーラーラシャープシー、ここがちょっとタララ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 ラ、トロロ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 、スなんかこうスーッと行きたいんだけど、なんかねここで急に飛んじゃうみたいな、そういう音のねブツっていう感じ出したくはないので、ゆっくりこう。スムーズに、スドドドドドドドね、ここはもう練習しましょう。3の指3フレットから1の指5フレット。しっかりと手で移動すること。指で移動しない。指で
移動しない。で、こっからはちょっとこのレをキープします。よっ、ストレッチ、レシャープ、ここちょっときついです。1の指でレシャープ、ミ、ミシャープ、ファシャープ、ソ、ラ、ラシャープ、シ、ド、ラ、シ、ソ、ファシャープ、ラ、レ。この間ずっと2の指レにキープします。ここはね、しっかりストレッチができれば大丈夫かなと思います。で、この1の指がね、なんかこうね、ちょっとタイミング、左右のタイミングずれないように、ちょっと下の音もね、ソ、ドレ、ドド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 、ね、結構流れが出来上がってるんですよね。ソ、ドレ、このちょっとこのね、レがオクターブ上だとレドレドシャブドミラソファミレドジョン、もうずっとこう階段になってる、ここの運指ですね。ドシャープ。3の指でド、1の指でファシャープ。この時にシとレを、あ、シとソだ。この残ってる2の指、4の指で。このね、シとソをしっかりと狙ってあげる。ス、はい、ここ普天16分音符と32分音符、タンタタタンタタン、パパパパン、トントン、ス、してあたとと、違うだはい、ちょっと音間違ったね。
こんな感じですね。まあ基本的にね、何が難しいって、そのやっぱり声部をね、はっきりと自分の中で聞き分けて演奏できること。まあ手の都合なんかは若干ね、ストレッチがあったり、ちょっとね、移動したりっていうのはあるけど、基本的に、ポジションチェンジ、指で持ってかないこと、手で持っていく、手全体で捉える。こういうところも、まあそんなね、長距離じゃないんだけど、スッと持ってってるんじゃなくて、スッと手全体で移動するから、指の動きとしてはかなり小さくて済むんですよね。で、確実に捉えられる。こんな感じです。うまくね、声部分けて綺麗に、滑らかに、まあ2声をねつなげられるように、是非練習してみてください。